はい、おはようございます。おはようございます。ハブソウです。パチンコパチスロタレントの桜龍です。はい、やってきました。本日、はい、11月22日アミューズ千葉店さんでハブゾウ新パチミと桜リオちゃんのオフミーとのコラボです。はい、はい、もう毎月恒例ですよね。そうですね。はい、というわけで、朝から振り返りますと、シャッフルが8時50分ですね。はい、で予備券もらいまして9時500 1名様、1名様ですね、はい、そうだ501です。501名様で一般参加の方が119名様で620名様ですね。でスタートしたんですけど、で僕の方がなんと25番と、はい、僕の方はパチンコということでね、前回のリベンジを込めましてルパンの設定付きから行きたいなと思います。でね、今までのパチミと比べて新パチミになりましたので、ね、その辺のね違いをこうお伝えするべく頑張っていきたいなと思います。はい、いつものようにオフミーとは、何ぞやということを、ね、説明させていただきますと、オフミーパチミーとはユーザー主導によるツレソロフ会、さらに詳しく知りたい方はこちらですね。はい、最近出ましたオフミーアプリ、もう皆さん登録していただけたでしょうか。こちらからねオフミーレポートとかこれからのスケジュールとかもね、あとは主催者のいろいろなことも分かりますのでね、ぜひぜひこちらを登録してチェックしてみてください。それでは、本日はルパンから行ってみたいと思います。行ってきます。はい、では行きましょうか。11月22日アミューズ千葉店さんでの新パチミルパンスタートです。さあとりあえずはスペックの説明なんですけど、熱いですか、まあ、ちょっとじっくり見ておきましょうか。このルパン三世神々への予告状、6段階ですね。設定1で初当たり確率が 199.8 分の1、で段階踏んで設定6まであるんですけど 171.5 分の1、まあ、設定6、まあ、設定1でもか、設定1でも200分の1の台です。まあライトスペックで、加減中も全設定設定差がありますね。設定1で 45.6 分の1、で設定6は 39.1 分の1、だから通常時の確率も、加減時の確率も設定差があるということは、トータルの確率もこう設定によって変わってくるとといったところの説明なんですけど、いきなり共闘してますね。肘さんまで行ったのかしら。まあ、本当のオーソドックスな設定付きタイプですね。今だとね、初当たりは設定差あるけど、一種二種混合機になって確認中は設定差がないっていうのもありますけど、こちらはどちらも設定差があるタイプとなっております。なんかルパンはねもう金以上じゃないとっていう感じがするんでね。残念だったですね。であとはタイプ的には初当たり取りました、で時短100回ついてきます。そこでもう一発初当たり取らないと右確変にはならないっていうね、だから突破型ではあります。だからまず最初の力入れるところは初当たり取って右打ち時の100回転の時短、そこで戻せるか。戻したらね継続率 92% と言われている確変ですから、まあね、92% って書いてありますけど、これ設定1と設定6だとね確変時の確率が違うんで必ずしも 92% じゃないんですけど、まあ、設定6だともうこれこのスペックですよ、 92% のスペック。だから目指すは設定6を探したい。出ましたね、これが設定したの、なんて言うんだろう、設定したですね多分、まあ、一応こう設定したってことなんですけど、まあそれぞれの設定で出現率は変わってくるんでしょうね。で保留が3つになってこういうちょっとね時間長めになっちゃう時とか、まあまあ、それが普通だと思うんですけど、保留3つになったら2圧ずつ保留4つを目指して埋めていく、3つなりました、そしたら打ち出しやめて2圧で3つなりました、打ち出しやめて 2発、とにかく保留4つ以上入れないっていうのを意識するんですけど、4つは入れたい、無駄にはせずただ攻める。やはりね保留が3つ4つの方が消化時間は早いんでね、だからとにかく積極に保留4点灯を目指して無駄はしないという、
やはり回せれば回すほどこう返ってくる球も多くなるんでね、ガンガン回しましょうっていう、まあ、数字に向き合うとですよ、こうパチンコパスロっていうのはこう入れた球返ってくるペイアウト、そういう計算になってますから、やはりどん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 回せた方が確率でいうと出てくる球のも多くなる。ただ逆にね、マイナスの台を打ってると急げば急ぐほど負けますんでねそういう計算になるんでね、でとにかくもうパチンコパスロもペイアウト 100% 以上っていうのを打ってれば打ち手の方が勝てるっていうことですから、とにかくペイアウト 100% を、パチンコでいうといわゆるボーダーっていうやつですね。ただボーダーっていうのはそれぞれ台によって打ち手によって違うのでちょっと難しいんですけど、今までで一番期待できるんじゃない？赤い赤い。なんでもないかな。お。これは期待しようよ、いつも通りだな、なかったことにしようか。おこのまま当たったとどめだ、打球やったっすね、405回転そう、こんなんでも当たるんだっていうのを思い出した。サード保留が強いんだろうね、次元なしで当たっちゃいました、405回転で大当たり中はこの辺に注目ですね、まあ、下かな、あまりにもいろんなところで外れすぎてて当たるときになんか気を抜いちゃってたな。おおお、なに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 、残り2回転、おほいナス2、表示上は97回になるのかな、やったで、ルパンでしたね、で、え、なに、なに、待って、ラウンドも見てなかったし、多分ラウンドがいきなりこ4ラウンドだ、この辺はね、ラウンドとかね、まあ大事なんで、次元で、こういう終了画面とかも大事なんですよ、いろいろ忙しいな。とりあえずめでたく、ゴールデンタイムです。いやー、97回で決めたよ。で、設置した要素が終了画面だったり大当たり中にあるんですけど、あと大事なのはね、いろいろ把握するためにラウンド大当たり出たのはね、あのアニーズさんの場合はあの獲得数が出てくれるので、そこはメモんなくて大丈夫です。信じらんない、カウントダウンしてるし、10回確認中も当たんないの、
パレ、テンパレ抜けます。終了画面、カモメが1匹で2人です。継続率 92% 全く継続しない4ラウンドだから、あの2回当たりました、1回当たりました、あれは確変確率じゃないんですよ。通常確率、通常確率でやっと 確変が始まったんですよ。だから連一発も当たってないってことですね。月のいいところはそのね、大当たり確率によって夕方からでもね、こう台を選ぶ根拠があるっていうね、こう出揃うっていう。でそんな感じで今日は閉店まで行こうかなと思ってたんですけど、今のところこの台で終日行きたいので、多分もうこれを今日終日打つことになるでしょうね。しかも設定4以上が出たらもう絶対離さない。よし、じゃあこの台は、7500発の手前、7375発でやめます。通常ペースとかは良かった。ただ、まあ、設定した時は分かんないですよ。あのスタンプの基地は結構出てる気がしますけど、ちょっとその辺の出現率とかも分からないので、まあ、とりあえずその通常あたりの確率だけで見ると2回しか当たってないので、まあ、そこだけ見るとちょっときついかなっていう。で当たってる方に移動するという、まあ、それが設定付きパチンコの、まあ、あのこれ打ってなかったとしてね、これが全台空きだったとして選択するセオリーなんで移動します。はい、移動してきました。とりあえず15回当たっていて211回転からスタート。これは自分用のメモですね。サクサクいきましょう。いきなりスタート保留。おお、やっぱり移動正解よこれ。いきなりサード保留、まあ、入賞時だったんだけど、入賞時だった、なんかそんなことないか、この回転時か。これは駆けつける。お待たせしました、移動が大成功の負けです。当たっちゃう？ほら、このまま当たっちゃった。なかなかクライマックスいかないよし、211回転からスタートしましたので移動して6回転かな、217回転で当たりました。6回転で当たっちゃいましたねやったぜ。さあ行きます。で2人ですね、2人ですよね。そのまま当たっちゃうっていうね。あら、2人ですね、2人か。キスしさキスしさですね。じゃあここまでかな。まあ自分の方は、続行します。まあ、なかなかパチンコはね1時間に200回ちょっとしか回せないんでね、スロットは700回回せますけど、まあなかなかこう時間内にいろいろお見せするっていうのは難しいんですよはい、というわけで、まあ、お持ち玉の方は600発700発ぐらいかな、まあ、マイナスですけど、まだまだね半日ありますので頑張りたいと思います。ちょっと気持ちいい瞬間はお見せできなかったですけどじゃあ外でまた振り返りましょう。ありがとうございました。はい、11月22日アミューズ千葉店さんでのおふみパチミコラボ終了いたしました。イエーイはい、終わりました。まずね結果の方からいきますか、はい、まだね終わってはないんですけど、ルパン一応ルパンコーナーに滞在中ということで、ね、ルパンの2台目に移動してるんですけど、投資の方が7625発で、持ち玉が600発、今のところ7000発ぐらいマイナスといったところで、はいはい、
休憩いただいてます。あ、じゃあここからはい、やはりねパチンコはね時間がかかるので、まあ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 、やっぱ引かないといけない部分がそうというわけで、まだまだ続行なんですけどね、他の朝から埋まってたセブン、ウルトラセブンか、うんうん、ウルトラセブンは2台設置で2台とも結構な、で1台はとんでもない結構な出玉を抱えていると。で一番設置台数が多い11台のリングなんですけど、リングは手前の方がかなり箱は目立っているので初当たりもよく、まあ、その辺はまだまだこれからもいい展開があるんじゃないかなと。やはりね設定付きですから出てる台はずっと出るというね、はい、そんな感じでいきますのでね、その辺はねパチ B のレポートの方を参考にしてもらうと伝わると思います。はい、まあいろいろあったんですよ。何があったんですか。まだ聞きましょうか。まだ泣き言はいいや。いや聞きますよ。せっかく入れたラッシュがね駆け抜けるっていうね。あれだって結構継続率あるやつですよね。まあ9割オーバーなんですけど。ちなみに何年で終わらしちゃったんですか。いや1個も出てこなかった。ゼロ。わあ。すごいよ。でどうでした結果は。結果の方は、370枚ぐらいマイナスなんですけど、まあなんとか天井天井って行きながらも。ラッシュにも入れられたんで、うん、はい、楽しめました。6号機、はい、北斗、はい、6号機北斗、まあ甘いよね。まあだいぶ甘いライなんで、うん、今後もちょこちょこは打ち続けると思うんで、はい、というわけで今のところ2人とも残念な結果でしたけど、はい、まあ周りの方は ね、そう稼働パンパンで、まあ、スロット盛り上がりはすごいと思いますので、よし頑張る。はい、羽生さんこの後も頑張って閉店までぶん回してください。はい、というわけでね、毎月恒例のね新パチミーとオフミーのコラボでしたけど、またどこかで、ね、連れパチ連れスローよろしくお願いします。それではさようなら。